では、着色に入ります、ピングファイルはこれはあの別に用意した室内を作った時のためのピングファイルですけれど、だから余計なものがたくさんありますけどね、まあこれ使います。おお、まあとりあえず全部貼ってしまいますね。これ透明のやつだ。窓を透明にしたやつですね。これはまあいいかな。はい、じゃあこれで位置合わせをします。コントロールをしながら選ぶテキスチャーで位置ですね。で屋根ね、なんですかね。こんなもんかな。あ、ダメだこれ。もうちょい上だ。まあいいか、ちょっとずれてるな。よし、こうやって貼っていきますね。位置合わせ。こうやってどんどんやります。ここはたまたま合ってるけど、窓がはダメだな。窓、これは大きさが合わないので、もうちょっと大きな窓にしてよかったな。こうやってぐーっと合わせて、こんなもんか。こんなもんですね。はい、こんな感じですね。から回転させて、こっち側は壁一面なので、これは簡単だな。あ、でもまずこっちから行くか。これ外側こっちの色にしようかな。こんな感じですね。こんな感じでやっていきます。これは室内用のテクスチャーだったので、室外用のテクスチャーに変えますね。これこんな感じかな。で、ドアで作ったはずだな。どっかにあったこれも大きさが合わないので、よし、なもんか。なもんかな。
下のまだもう一面残ってたかな。こっちもダメだな。こっちの色は違うから、これは外壁用の色に変えます。それで土台の色、土台はこれをこういうのを作っ、コンクリートの打ちっぱなしのやつを、あ、緑がどっか消えちゃった。あったあったあった。でこれを引っ張ってきて、ん？あ、端っこが入ってなかった。これで大丈夫ですね。でここも土台を、たまた赤と緑が消えた。これとこれと、これなんか、え、どこが線だ？ん？ここか。あれ、こっち間違ってんな。じゃあこっちはもう一つ上だ。でこっちもですね、こうやってまた赤と緑が消えた。よし、でこれで位置合わせをして、よし、引っ張って、でこれでもう一箇所、これ窓が透明なので床を張ってなかったから、床はダメですね、きっと。こういう感じですね。ただほら、あの、窓から中が見えるんですよ、これ。でも内壁がなくて一重なので、外壁に貼ったテキスチャーがそのまま表示されるんですね。ですからこういうふうに、あ、床大丈夫かな、床貼れそうですね。そしたら床貼ります。これはですね、窓を一回外さなきゃダメなんですよ。屋根か窓を外さないと床は貼れません。どっちあろうかな。屋根外すか。屋根を外そう。うわ、ダメだ。天井もあった。まあ天井も塗っておきましょう、じゃあね。はい。それでまた天井を張り直すときは、ここに斜線を引いてやればいいんです。こうやって。ね。で、ちゃんとしたこう長方形とかだったら、この線を消しても大丈夫です。でここでもう一回屋根を塗りますね。テキスチャー合わせをして、でこれで OK ですね。やっぱ窓だな。窓を開けて、窓を抜いてですね、一回抜いて、そうするとこれ今床が見えてるんです、これ。で床だよな、これ。床に塗りますね、これ。床、たまたま床が腫れちゃったのでああ、ダメだ。床の色じゃないところがあるから、これ大変だな。これを床と思わしきところに貼りますね、これちょっと回転させます。コントロールを押して90度回転させて、でこの建物より大きくすればいいんですから。とにかくこれで床入ってますからね、これでね。でこれエンターを押して、そうすると床が張れました。
で、窓をもう一回直しますね。窓も対角線を引いてやると埋まります。でこの線は消して、でここをペイントして、で位置合わせをします。こっちでいいかな。拡大して合わせやすいようにして、グーッと合わせて、この辺かな、こんなもんですね、こんなもんですね、こんなもん。あ、ちょっとだ、もうちょっとだ、惜しいな、もうちょい、こんなもんか。窓枠が欲しいな、窓枠が欲しいので、微妙、こんなもんかな。まあこういう感じでやると、一応中の床が見えてるんですね、こうやってね。あ、こっちの窓も、こっちの窓もできてなかった。こっちの窓もこうやって合わせて、こうやって合わせて、縮尺合わせて、これ拡大すると微妙な合わせ方ができるようになります。ちょっと傾いてますけどね、まあいいとして、でこれで室内が見えてますね、こうやってね。これどっか塗り残しがないかな。はい、まあ、これで大丈夫かどうかまず保存します。デスクトップにして、これどうしようかな、まあいいや。キャビン2でエクスポートして大丈夫か。あ、大丈夫ですね。はい。いくつか貼られてませんというか表示が出ますけどね。でもそれでも大丈夫ですけど、これで OK でオブジェクトができました。ちょっとずれてますね、またね。こんな感じ。はい、以上です。